次はね、腹筋ですね。もう、フィジクで大事なミッドレンジ種目。まあ、こちらね、ちょっと宮山先生に教えていただきたいと思います。まあ、いかにネガティブをしっかり負荷をかけたいかということで、はい、やっぱりこういった角度がある方が分かりやすいです。単純な種目の方が分かりやすいです。ここがスタートですね。で、頭を引いて、はい、そうです。で、肘も引いて、はい、手はね、こうしましょう。どうしてもね、手で頭を引っ張ってしまうので、そう。で、丸めた状態のまま、ゆっくりと後ろに、一気に上げます。はい、で、ゆっくりゆっくり。そうです。ネガティブ重心。はい、1、2、3、2、2、3、もっとゆっくり。3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、まだまだ、1、2、3、早い早い、もっとゆっくり、8、2、3、あと2回、9、2、3、ラスト、ゆっくりゆっくり、10、2、3、はい、OK です。わぁ、これはきつい。まあ、単純ですけども、はい、これが一番いいと思います。これは、あれですね、自分の体重だけなんですけど、ものすごく効きますね、はい。もうどこのジムにもあると思うんで。はい。はい、そうです。このマシンとかなくても、はい、もうこの自分のこの体重だけですごい負荷ですね。さら、はい、に、誰かパートナーがいれば、ネガティブで少し負荷をかけてもらう。さっきの対策。あ、わかりました。で手でこいつを、この上からさっきの手、あ、手の方を逆に。おっ、おっ、あ、そうです。で、この間に。頭で、はい、で手をここに、あ、そうそう、そうです、ビビをしまって、はい、いきますよ、せーの、1、2、3、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、1、はい、耐える耐える、そう、8、耐えて、9、2、3、ラストラスト、10、2、で、OK。すごいっすわ。まあ、単純な種目こそ、いろんなやり方ありますけども。はい、これは、あの、うん、ちょっとジムとかで僕、マシン使ってやってたんですけど、はい、そんなより、断然こっちの方が効いてますね。はい、補助はガツンと引かずにじわじわと引いた方がいいです。一気に引くと危ないです、はい、あ、なるほど、はい。これはちょっと効きましたね、はい、まあ。これであればそうですね。どこでもとこありそうです、ね。まあ、大概ね、どこのジムでも、はい、再現できると思います、はい。肩の種目と背中の種目と腹筋の、ね、種目、まあ、3種目、飯島先生にね、教えてもらいましたけれども、ぜひね、こうフィジークを挑戦ね、考えられるっていう方はね、こういうトレーニングをメインに置いていただいて、で、あの、まず丁寧にね、宮島先生が言っていたようなフォームのところを意識していただいた上で、まあ、その重量をね、日々こう積み重ねていくことで、筋肉で多分成長していくと思いますんで、まあ、ぜひその辺意識しながら、日々ね、継続して続けていただければと思います。宮島先生、本日はありがとうございました。ぜひね、三重県津市にあるね、健康動画法さんにもね、宮島先生のパーソナルありますんで、ぜひ一度足をね、運んでいただければと思います。それではまたね、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。